キャドバリーワールドは、チョコレート会社キャドバリーが運営する観光施設。イギリスのバーミンガムと、ニュージーランドのダニーイデンに設けられている。北緯52度25分49秒、整形1度55分57秒、北緯52.4302度,度、整形1.9325度、52.4302マイナス1.9325、キャドバリーワールドは、 順路に沿って進んでいく展示施設である。キャドバリーワールドは、1990年8月14日に、キャドバリーのボーンビル工場の敷地内に開設されて、以来、継続的に拡張、拡充されてきた。キャドバリーワールドは、バーミンガム周辺で、最大級の観光施設となっており、毎年50万人以上が来場し、評価の高い教育プログラムを提供している。 キャドバリーワールドは工場見学ツアーではないが入場者にはチョコレートの歴史について見分を深める機会、世界最大級の菓子メーカーの一つであるキャドバリーの起源と創業者たちについて学習する機会が提供される。キャドバリーワールドには現在14のゾーンがあり、様々な展示やアニマトロニクス、ビデオ、マルチメディア、インタラクティブディスプレイ、スタッフの演技などで チョコレートやキャドバリーの事業についての物語を表現している。エクステリアオブキャドバリーワールド、ダニーデン、南十五度五十二分二十六秒、統計百七十度三十分二十七秒、南五点八七三八九度統計七十点五零七五零度、マイナス四十五点八七三八九百七十点五零七五零。二千三年七月に、新たなキャドバリーワールドが、 ニュージーランドのダニーデンに開設された。このキャドバリーワールドは、オクタゴンに近い280カンバーランドストリートに、あるキャドバリーの工場敷地内に置かれている。この工場は、ダニーデンにある工場としては、最も大規模な部類に入り、このツアーは、ダニーデンを訪れる観光客にも大変人気があるものとなっている。2008年5月に、ビジターセンター内部が改装されて、 開設以来の展示が撤去され、アステカや昔のイングランドをテーマにした展示室など新しいエリアが加えられた。バーミンガムの施設とは異なり、こちらのキャドバリーワールドでは工場の製造工程を見て回るガイド付きのツアーが用意されている。ダニーデンのキャドバリーワールドは3種類のツアーを用意している。工場ツアーは概ね75分かかり、 そのうち最初の10分はビジターセンターでの自由見学に充てられ、続いて稼働している工場の数カ所をガイド付きで回っていく。ツアーの途中ではチョコレートの味見があり、5階建ての建物に匹敵する、かつての貯蔵サイロの中に設けられた現在世界最大のチョコレートの滝でツアーは一番盛り上がる。工場ツアーは平日のみで、週末には工場は稼働していない。 土日には、早回りツアーが提供されており、工場内には入れないが、DVD 上映で、平日の稼働状況が紹介される。センターツアーは、ビジターセンターでの自由見学である。すべてのツアーは、出口の売店で終了する。売店では、ダニーデンのスパーマーケットよりも割引かれた価格で、チョコレートが販売されており、他にも、ここでしか買えないノベルティ商品などの土産物が、 販売されている。12月1日から24日まで、ダニーデンのキャドバリーワールドは、サンタの洞窟という展示をする。これは、クリスマスをテーマとした手作りの動く人形が多数、展示されているところを抜けていくと、最後に、サンタクロースや、そのお手伝いをする妖精たちと無料で写真を撮ることが、でき、クリスマス商品を含むチョコレートの見本品のセットが、一袋プレゼントされる。 というものである。ありがとうございます。